どうも竹次郎です。今日はですね、こちらプリムスのランチジャグね、これこの間紹介したんですけども、これね今すごく僕活躍してます。お昼ご飯に会社にスープを持って行ったりとかねできてるんですよ。でね、結構保温力も今のところは結構あります。でですね、スープを作るのがねすごく億劫だったり時間がなかったりとかするとやっぱりね活躍する場がなくなっちゃうんですよね。でやっぱりせっかく買ったのでちょっと使いたいということで、僕はねあることをね一つ思い出したんです。それっていうのがですね、コンビニでおでんって売ってるじゃないですか。冬はまあやっぱりねおでんの季節ですからおでんとか普通に売ってるんですけど、今回はですねセブンイレブンでこの持ち込み容器に、おでんを買って入れてくれるのかっていうのを実験してきました。前々からね噂ではこういうのに入れてくれるっていう話は僕は聞いてたんですけど、本当に入れてくれるのかなと思ってちょっと疑問に思ってたんですよ、ずっと。それで、今回ねこうやってランチジャグ買ったので、もしこれが実現したら朝ね時間ない時でもコンビニ寄ってお弁当買うついでにこれにねおでんを買ってスープちょっと多めに入れてもらって持っていったらねいいじゃないですか。自分でスープ作らなくて済むし、おでんなのでね大根とかそれから卵とかね、あとはこんにゃくとか焼き豆腐とかね、結構ヘルシーメニューな感じでスープを手軽に持っていけるかなっていう、目論みがありました。はい、なのでね、今日はその動画を撮影してきましたのでそちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということでですね、今セブンイレブンに来ました。この間買ったプリムスのランチジャグに果たしておでんを買って入れてもらえるのかっていうのをねちょっと実験してみたいと思います。はい、では行ってきます。すいません、おでん欲しいんですけど、はい、これに入れてもらっていいですか。はい、しかもありました。お願いします。はい、卵一つ、はい、それから大根一つ、はい、入りますか。大丈夫です。あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫です。あ、本当だ。あとは、はい、焼き豆腐入れてもらっていいですか。はい、焼き豆腐入るかな。あ、ありましたね。結構ギリギリでした。あ、ギリですよね。それで、じゃあお願いします。はい、かしこまりました。卵、大根、焼き豆腐、大根、はい、失礼します。薬味に味噌からし、柚子胡椒ございます。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、お箸ご利用ですか。あ、箸いいです。大丈夫ですか。はい、300円お預かりいたします。30円でお返しございます。はい、どうもです。ありました。さあ、貸してくださいませ。ありがとうございました。はい、いかがでしたか。店員さんが意外とすんなりね対応してくれました。むしろウェルカムっていう感じでこの持ち込み容器ね対応してくれました。今日見ていただいたセブンイレブンなんですけど、あそこはうちから一番近いところでよく使ってるので、まあ店員さんと顔なじみっていうのもあるんですけど、ちゃんと入れてくれるみたいです。で映像にはちょっと残ってないんですけど、その後ね問い合わせしたら、セブンイレブンではとりあえず全部の店舗はこうやって持ち込みの容器でおでんを買うことができるみたいです。これは電話で僕は確認しました。他のねコンビニ、例えばサンクスとかローソンはできる店舗もあるらしいんですけど、それは各店舗に電話で問い合わせた方がいいかもしれないです。まあ、でもね僕はセブンイレブンのおでん好きなのでセブンイレブンで買うことができるっていうのが分かっただけでも、かなり僕は収穫でした。自分でねスープ作れない時とかもそういうおでんのねスープの代用っていうことでねできるんじゃないかなって思ってます。僕の動画とかね見てくださる方で、自分はもうほんとめんどくさがりだからスープ作ったりしないんですよっていう方結構多いんですけど、今回そのコンビニの、まあ、おでんを買えるっていう、まあ一部店舗ですけどね買えるっていうのが分かっただけでも、これを買う価値はかなりあるんじゃないかなって僕は思ってます。ということで、このプリムスランチジャグをコンビニに持ち込んでおでんが買えるか検証をしてみたの動画でした。皆さん活用してください。ぜひ。したっけねー。